まあ、トロンもですね、これが提案しているのがトロン IoT アグリゲーターというようなもので、オープン IoT のためのガバナンス管理をするためのメカニズムです。まあ、簡単に言えば誰がこの電気をいつどういう条件で、制御していいのかというようなことが記述できるような仕組みです。でそういうものがですね、やっぱりないと、何でもオープン API にしてしまってネットにつなぐだけにしてしまえばですね、いたずらされてしまうことも出てきますから。